はい、どうも皆さんはこんばんにちは、ビビロイヤルです。ってことでですね、今日は、なんか強いのかこいつ、わかんねえ、まあでもどうなんだろうっていうキャラクターの代表ですね、ジンの動画を撮っていきたいと思います。はい、まずはビルドからなんですけれども、自分は基本的にヨウムからアイラピファーでソラリーチャージブレードかストームレイザーっていう形でやってます。で、靴はスイフトネスを履くようにしてます。足の速さが大事なキャラクターなので、スイフトネスブーツを選択してます。で、まあヨウムの霊剣を積むメリットとしましては、足が速くなるっていうのとですね、結構 Q とかのスキルのダメージが上がるかなっていう感じで積んでます。で、ちょっと自分もまだ検証中なんですけれども、なんかよくわからんがワンチャンじゃねえかこのビルドっていうビルドがこちらになってましてですね、まあ、イーソラリから、まあ、ナボリ行ってっていう感じのビルドになるんですけれども、まあ、こちらのビルドの利点としましては、まあ、まずは、自由枠が1枠ある、まあ、GA が進めるってところですねっていうのとですね、なんかこうジンって戦ってる途中、まあ、弾が4発しかないっていうのもありますけれども、まあ、結構スキル打つんですよね、 QWE って、まあ、打ちながらスローかけつつスニア入れつつみたいな感じで戦うんで、なんかこのナボリ積むことによってそれがなんかすごい器用なというか、まあ、結構ぐちゃぐちゃしながら戦えるんで、なんかよくわからんがワンチャンって感じで思ってます。はい、ジンの強みについてなんですけれども、まあ、ジンは Q とか E で連戦が強い、連プッシュも早いっていうところと、 W の CC チェインで E のスローで、ウルトはまあ一発 90% のスローを付与できますので、まあ、味方に合わせることもできますし、まあ、フィニッシャーとしてのスキルも揃ってるのかなと思います。はい、それではジンのスキルについて見ていきたいと思います。まずパッシブからなんですけれども、まあ、パッシブは、まあ、ジンは通常攻撃が4発ですと。で、4発目クリティカルでちょっと追加ダメージもありますと。で、あと、まあ、クリティカルが引くと足が速くなりますよっていうものになります。はい、次は Q スキルについてです。 Q スキルはグレネードを投げてそれが長弾しますよと。あと、まあ、対象キルするたびにダメージが 35% 増加する。これ後でコツについての時にちょっと説明するんですけれども、これ結構大事になりますと。はい、続きまして W なんですけれども、まあいろいろ長く書いてますけれども、まあダメージと、まあ、誰かが殴っとけばそれがスネアになるよっていうものになってます。はい、続きましては E スキルです。 E スキルは地雷ですね。で、地雷置いとくと敵から見えてなくて、で敵が踏むと 30% のスローとダメージというものになります。で、一応敵キルするとこの敵がこの地雷になりますよっていうものになります。で、ウルトフィナーレですね。フィナーレもこれ4発撃って、まあ、敵ぶち殺すよっていうものになります。4発目めっちゃ強いんで4発目当てましょうっていうスキルになってます。はい、Q スキルなんですけど、まあ、Q スキルはまあこういう風に跳ねますっていうものになってまして、でこういう風に誰かが自分でも、まあ、味方の CC でも何でもいいんですけれども、こういう風に W 当てるとスネアになるので、まあ、レオナとかアリスターとかと合わせると CC 時間長くできるスキルになってます。 E スキルはこういう感じで置いたらこうなりますね。フィナーレはこういう感じです。これも相手を予測して頑張ってノハサ当てるっていうものになってます。はい、ジンのスキル上げなんですけれども、まあ自分的には Q 上げで、で E を2に上げてから W 上げるっていう風にしてますね、自分は。まあ、これまあ W 普通に上げるとスネアが伸びるのでそれもいいんですけど、 E スキル1レベルだとちょっとダメージ低すぎるんで E2 にしときたいなっていうのもあります。はい、まずジンのコツの一つ目なんですけれども、ジンの4発目は敵の減少体力に応じて増加ダメージが与えることができますので、こういう風に殴ってる時にですね、3発目の後に9を挟んでから4を打った方がダメージは上がります。はい、2つ目のコツについてなんですけれども、連戦を行っていく上でですね、こう Q を適当に打つのではなくてですね、この1匹倒した後に4匹目が死ぬタイミングで打つんですよね。そうすると、敵をキルした時にダメージが 35% アップしますので、より強力なハラスになります。はい、3つ目はまあコツっていうか、まああれなんですけども、味方がこう CC を合わせる時にですね、こう1回相手にこうスローを踏ませてあげると、まあ CC 当てやすいですよっていう風になってますので、味方に CC 打ってほしい時はこうやって E を踏ましてから CC、 そして W を合わせるで殴るって感じになってます。はい、以上でジンの説明は終わりになります。で、これから実践編に移りますので、よければご覧ください。
見て。ボットレーンの側が攻撃されています。
森がないらしい。Yep.